こんにちは。純烈の4人が2度目となる明治座での座長公演、そして新歌舞伎座での初めての座長公演となるコンサートとお芝居の内容が発表されました。楽しみですが、初めての大舞台となる岩永洋昭さんは多忙を極める一方で充実した生活のできている現状をどう感じているのでしょうか。今回は岩永さんの本音やメンバーたちの言葉などをまとめていきます。ぜひコメント欄にあなたの感想をお寄せください。コメントのやり取りで盛り上がりましょう。令和の日本の歌謡界を牽引する純烈の4人が今年の秋に明治座創業150周年記念公演を、来年1月に新歌舞伎座での初座長公演を行うことが決まりました。これまでどちらも公演に出たことはあるものの、明治座では2021年7月に初座長公演を行い、笑いと涙にあふれるコメディと心に響く歌声で観客を魅了してから2年ぶり2回目の座長公演、そして新歌舞伎座では待望の座長公演です。この2公演ではこれまで通り、第1部がお芝居、第2部がコンサートという形で披露されるようで、2公演の第1部は1930年代夢と希望、名声と欲望が渦巻く黄金期のハリウッドを舞台にした書き下ろしコメディ、ハリウッドスターになりたくないというタイトルだそうです。酒場で飲んでいた売れない役者の兄弟とセールスマンは、たまたまあるギャングの悪事を知ってしまい、ギャングから追われることになってしまいます。身を隠すために B 級映画のエキストラに紛れ込んだ3人ですが、その映画の撮影はトラブル続き、しかもその演技力が評価されて主役に抜擢されてしまったり、女優と恋仲になってしまったり、そうこうしているうちについに3人はギャングに正体がバレてしまうこととなり、絶体絶命のピンチに陥ってしまうというストーリーで、岩永洋昭さんと後上翔太さんは役者の兄弟デビーとパッド、白川裕次郎さんはセールスマンのトニー、そしてリーダー酒井和義さんはその3人を追うギャングのジャックという役をそれぞれ演じ、公開されたビジュアルでは塩ビ服やスーツでクールに決めています。さらに脇を固めるキャストたちも様々な有名人たちが呼ばれました。ヒロインで若手女優キャロルには元 AKB48 で女優タレントとして新境地を開く横山由依さん、映画監督クラークには軽妙な演技が持ち味の松竹新喜劇の曽我野寛太郎さん、映画の主演女優プリシラには数々の舞台作品を中心に存在感を発揮する小川夏実さんと、豪華なメンバーが揃っているようです。一体どんな舞台になるのか楽しみですね。これまでにも多くのコンサートを行ってきた純烈は、台風の直撃した日でも観光するほど朝のニュースの生放送などが軒並み混乱し、出演できないゲストや MC が遅刻する事態になり、他にも会場が倒壊して開催が中止になったイベントや、安全を考慮し延期になったイベントも多数ありました。しかしちょうどその日が中野サンプラザでツアーの追加公演が行われる日だった純烈は、どうにか会場にたどり着き、待っていてくれるファンたちのために公演を行ったのでした。特に午後2時開演の昼の部にはせっかくチケットを取ったのに間に合わないというファンの嘆きも聞かれ、酒井さんもあわや公演に遅刻という危機的状況。昼の部の前に用意されていた報道陣向けに取材の時間にも間に合わず、私服にノーメイクでスーツケースを持ったまま汗だくで到着したといいます。
リハーサルもなしの状態でぶっつけ本番になった酒井さんですが、たとえ台風の影響があったにせよ、そこはスーパー銭湯などで場数を踏んできただけあって、昼夜それぞれ16曲を聴いて大いに盛り上がったファンたちは、リハーサルもできないギリギリの到着だったことなど、その踊りや歌からは気づかなかったことでしょう。何よりもファンとの触れ合いを大事にし、公演の後には一緒にスーパー銭湯で汗を流したりするほどだという4人だからこそできたことだとも言えます。また以前ワイドショーに出演した際には、ファンとの距離に悩んだ時期もあったとの本音も明かした酒井さん。僕ら客席で歌うんですけど、おばちゃんたちがブワーッと来ることがある。そういう時に、まあまあ静まってくださいってメンバーをステージに上げるんですけど、最初はお客さん座ってねなんですけど、それでも来るからええ加減にせえって時は、座れおばはんババアまで言うてますねとコンサートでの一幕を暴露し、それはそれで受けるのだそうです。純烈ファンが盛り上がってるのを他のファンが品がないみたいのをネットでやり合ったりするんですけど、品とかええねん、もう楽しんでくれ、とにかく触られたりするのも最初は俺以外楽屋で激切れしてたんですけど、お酒飲んでブレーコーやし、ステージから降りてそういう風にやってるのは俺らなどとメンバーに言っていった結果、全員納得する形となったという話でした。ネットでは酒井さんの発言によく言ってくれた、目に余るファンもいますよね、神対応だな、これならファンも好きになって当然かも、あんなこと言って大丈夫なの、この飾らないところが純烈のいいところと好意的な意見が多く上がっていたようでした。そういった部分を含め、多くの人に愛される純烈、今度の座長公演もきっと大成功に終わることでしょう。もちろん新たにメンバーに加わった岩永博明さんにとっては初めての大舞台、まだまだ不慣れな様子ですが、一刻も早く純烈に馴染むため全力を傾けています。先日放送された白川裕二郎さんのレギュラー番組純烈フィッシュにゲスト出演した岩永さんは、釣りの経験がほとんどないと言いつつ、持ち前の運動神経の良さを発揮し、次々とカサゴをゲット。身に染みて感じた純烈の忙しさはビビりました、正直と本音を漏らしつつも、もちろん紅白にも出たいというのもあるんですけど、早く一番支えてくれているファンの方に違和感がなくなったねと言ってもらえるようにしたい。小田井さんがいた時とはまた違った純烈を、こっちはこっちでいいねと言ってもらえるように、じゃあ何をしたらいいかわからないから、一生懸命一つ一つ目の前の仕事を頑張っていくだけと言い、もし紅白に出られたらと母のための計画もあるそうです。そんな様子に、毎日頑張って進んでいく姿に、自分たちも頑張らなきゃなと思えていると白川さん、まだまだカメラ目線も不慣れな初々しい様子もファンには微笑ましく映ったようです。多忙を極める純烈ですが、岩永さんにも酒井さんら3人にもまだまだ活躍を続けてほしいですね。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やコメントもよろしくお願いいたします。